サウンドロケット TV 工事隊長でございます。本日のテーマはこちら、編集しててね、いろいろ思い出して、まあ追加でちょっと、第2弾というかね、後編の動画に付け足そうと思ったら、これまた長くなっちゃったんで第3弾にしました。ちょっとね、この第3弾はかなりお宝な音源もアップしてますので、これ貴重だと思うので、ぜひ、最後までご覧になっていただければなと思っております。まず一発目なんですが、あのサムネイルとかね、あの前編後編のサムネイル、まあ、この動画の中でも、使用していますが、このアーシャを撮った時の話ね、これね、まずどういう経緯でそうなったかわかんないけど、京ちゃん家に全員集合だったの。京ちゃんの家にメンバーが全員集合で、かつね、誰が、カメラマンをやったかも全然覚えてないんだけど、京ちゃん家に行って、で1台の車で、そういうのは港というかね、こう倉庫街というかね、そういうところに、撮影をしに行ったんですけど、ロックンロールがどうとかね、そっち寄りのハノイロックスがうんぬんって話はしたけれども、まあ、言ってもメタル出身なんで、俺ね、メタルな服しか持ってないっていうかな、衣装、そのアーシャを撮るって言ってもね、持ってなかったわけです。で、京ちゃんに、まあ、この写真見てもらうと分かると思うんですけど、これ、全部京ちゃんのです。多分この黒いジーパン履いてるんだけど、これはね、多分俺のだと思う。あの当時ね、黒いジーパンしか履かなかったから、なんでだかよく分かんないけど、黒いジーパンは京ちゃんに文句は言われなかったね。でね、もうこのシャツもそう、ジャケットもそう、あと靴全部京ちゃんに借りて、さらに言うとヘアメイクね、髪型もそうだし、化粧も全部京ちゃんにやってもらいました。これ京ちゃんやれないでしょなんつってね、やってもらったわけですよ。で衣装もね、そうだし、だからこう、もう言ったらもうリトル京ちゃんですよ。そんなことないですけれどもね、はい。だからこう、こうちゃんね、ここうやって耳出した方がいいよとかって、まあ、この写真そうなってますけど、いやいや、メタルで耳出すやつなんていねえよ、なんか言いながら、こうヘラヘラ笑いながら二人で化粧して、やった記憶はあります。あともっと言うとね、そういうこうバンドのアーシャ撮ろうぜなんて言って、こう移動してる間も実はもう女と揉めまくってて、俺やっぱキョちゃん、俺バンドやめようかなみたいな話をして、車の中で一生懸命説得されてるっていうことも思い出しました。はい、コウちゃんダメダメだよ、コウちゃんやらなきゃバンドみたいなね。まあ結局やめちゃうんですけど、はい。だからこの衣装はもう全部キョウちゃんのものでした。はい、ライブの件でね、お話した中でちょっと一つ思い出したんですけれども、キョウちゃんはダークな感じとかそういうものが好きだったりとか、こうちょっとこう、俺はメタルなんで、もともとが、おいお前ら行くぜみたいな、ああいうこうライブとかがまあ普通だったんですけど、まあ京ちゃんのあの雰囲気ねからして、ちょっと俺そういうの嫌なんだよねみたいな、こう応援団みたいっていうの、京ちゃん曰くね、こうおいお前らかかってこいよ、行くぜ、いいかいみたいな、ああいう感じのあるじゃないですか、ノリのあの煽りが、俺あれ嫌なんだよなって、俺そういうのはやりたくねえんだよなっつって、キョウちゃんがね、まあそれで、あ、いいんじゃないのって、まあ、キョウちゃんっぽいよねなんつ話をしてて、でまあそんなことを言いつつ、まあ俺辞めちゃったわけですけど、まあそのデビューバラのね、デビューライブに行った時に、そこは意識してなかったんだけど、そういうふうにキョウちゃんが言ってたことはね、全く意識してなかったんだけど、こういざ始まった瞬間に、おい行くぜみたいな感じのキョウちゃんが言い出して、あ、おっとりやないかいっていうふうに思ってね、キョウちゃんやってるじゃん結構応援団っぽいやつってすげえ思ったんだよな、あの時言わなかったけどね、キョウちゃんには。なんかそんなようなことを言ってた。俺ボーカリストになったことないし分かんないですけど、煽りたくなっちゃうっていうか、こう行こうぜやって一緒にやろうぜみたいなのってやっぱ出ちゃうと思うんだよね、よくキョウちゃんそんなこうクールなこと言ってるなと思ったら、まあキョウちゃん結局熱くなって言っちゃってんじゃんみたいなね。あ、これいじってないよ、いじってないからね、キョウちゃんもそういうところもあるんだなっていうお話。
まあ、あのメンバーの中のね呼び名とかもちょっとあの不思議だなと思ってそれも思い出したんだけど、あのまあ俺は京ちゃんのことは京ちゃんね、でドラムの原ちゃんは原ちゃん、これ同じで京ちゃんは俺のことをこうちゃんで、あの原ちゃんは俺のことをこうじ、まあそんな呼び方をしてたんだけど、あのまあ普通にね名前で、あの下の名前ね、あるいはこうあだ名で呼ぶわけですが、八田敦だけねフルネームだったっていうのをちょっと思い出して、うん、これなんでなんだろう、京ちゃん京ちゃん原ちゃん原ちゃん八田敦みたいなね、いかに八田敦を早く言うかみたいなね、あの競争したりとかもして遊んでましたけど、八田くんでも八田ちゃんでも敦でも敦くんとかあっちゃんとかあるじゃない、やつだけ八田敦だったっていうね、うん、感じで呼ばれてて、これもその時のあのまあ、かすかな記憶だけどかなり可愛がられてたような気がする、メンバー全員から。多分ね年下だったはずなんだよね、一つか二つ、たった一つか二つなんだけど、あの10代20代の若い頃のね年齢一つ二つって結構大きく感じるもので、年下だと思ったんだよな。とにかくすげえ可愛かった、いいやつでね、だからね、あのみんなのこといいやついいやつって言ってるけど本当ねいいやつしかいねえんだよ、うん、みんなあの頃のこう見た目とかもさ結構まあね、京ちゃんなんか金髪だしさ、一瞬えって思われるような、まあ、ロン毛なんてあんまりいないしね、うん、思われるんですけど、見た目とは裏腹に実はみんな真面目ですげえいいやつ、これは本当の話でね、うん、ただ社会に出るとなぜか適合できない人が多いけどね、まあ、俺がそうだけどね、バンドやってるとこのメンバーとかね当然まあ仲もいいし慕われたりね、年下だったら慕われたりすることだって多いんですけど、会社だとねほんとそういうのがねえんだよな、うん、やっぱ少し変わってるのかね、あのまあ会社にどうのこうのはまあ別の話ですけど、八田敦は八田敦だったというお話でございました。はい、きょうちゃんと一緒に作った曲、俺が一人で、ギターもベースもドラムも演奏して、アップしたところが あると思うんですけど、まあ、自分で記憶にある中で弾いた曲ね、本当にこんな曲だったっけななんて思って、その当時のねあのドラムの原ちゃんに、連絡をしたところ、なんとその当時俺がギター弾いてるバージョンのリハの音源があったと。音はねあんまりよくありませんが、かなりのお宝だと思いますので聞いてください。どうぞ。いいよ。原ちゃんよくこんなの持ってたなと思って本当に感謝でございます。はい、ありがとう原ちゃん。最後にもう一つ、これねこの編集をしてる間にこれも思い出したんだけれども、俺京ちゃんと柏で飲んでて話してる中で、あの一郎くんってすげえかっこいいねって言ったのを俺覚えてるのね。あの言って京ちゃんもそうでしょみたいな、彼さみたいな感じでその一郎くんについてちょっとねあの語った記憶があった。京ちゃんってよくよく考えたらデビューあのデランジでデビューしてからも
柏に何度か来て飲んだなっていうのを思い出したの、うん、これなんでかっていうと、まあ、うちはあの八百屋さんだったんで、その時ね、あの八百屋で働いてたわけですけれども、だいたいね、あの6時ぐらいになると、まあもう片倉庫みたいな、片付けようかお店みたいになるんですよ。でまあその当時もね、親父がこう、おい浩二、おいそろそろしまうぞみたいな感じで、あよーなんつってこう片付け始めてたら、まあ俺親父とそんなに会話する方じゃなかったんですけど、あのこう片付けてる間に親父がこう話しかけてきたわけですよ。おい浩二、おい浩二、なんだよお前、あそこになんか金髪いるんだけど、あの金髪ずっとお前のこと見てんぞつってね、パッと見たらね、あの電柱の陰に隠れてる京ちゃんを発見したわけですよ。もうあの本当にあの全然隠れてねえよ京ちゃんみたいな感じでね、うん、こうやってね、電柱のところにこうやってね、こう本当にこんな感じでこう俺を見てんの京ちゃんが。きっとサプライズ的なことがしたかったのかもしれないね。ちょうど俺がお店が終わる時間に来てるわけだから、こう、おい浩二あそこになんかいんぞとかってパッて見たら京ちゃんで、で、あのしかもね、金髪じゃないですか。あの当時柏に金髪なんていないよ。うん、金髪でしょ。でなんかね、赤いジャケットみたいなの着てたのかな、ちょっと覚えてないけど、とにかく派手な格好して電柱に隠れてる怪しい男がいるわけですよ。そんなものパッと見ればすぐわかるよね京ちゃんだって、うん、もう大爆笑ですよ。でも京ちゃんは俺にバレないようにこうやってこう電柱に隠れてるふりしてんだけども、体半分くらい出ちゃってんだからさ、何やってんのって話なんだけども、まあ、ちょっとだけお茶目なところもね、どうせ隠れるんだったらもっと建物のこう角にこうさ、ここだけ出すとかさ、体見えちゃってんだから電柱から半分これさ。まあもちろんそれ爆笑しながら、あの京ちゃん何やってんのよっつって、あの行きましたけれども、うちの父もやっぱりおめえの友達かっつってね、それはなかなかね、いませんから金髪のロン毛は柏には。まあ今はいるかもしれないけど、うん、もう何十年も前の話だからね、いないよね、うん、まあそんな感じでした。はい、まあそんなね、まあ少しね、お茶目な部分もある京ちゃんですけれどもね、やっぱステージに立ったらもう京ちゃんなんて言えないよね。かっこいいボーカリストで、そのギャップがまたねすごいなとは思うけど、まあ、ステージに立つとやっぱみんなそうなるよね。こうスイッチ入るっていうか、まあこの俺ですらそうなるんだからさ、あれだけお客さんがバーッと前にいて盛り上がってくれたら、もうそれはビーンとこうスイッチ入っちゃいますよ。ビーンと入んねえな、ガチンと入っちゃうのかね、わかんないけど、まあそんな感じで思い出したエピソードを追加してみました。はい、そういうわけで本日も以上でございます。はい、最後までご覧になっていただいてありがとうございました。もしね、このチャンネル、この動画を見てね、面白かったなとか、あ興味あるぜなんていう人はね、チャンネル登録をしていただけると、非常に嬉しいです。あとコメントとかいいねとかもらえると、とっても嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。それではまたね。